トコムスクエア TV ですさあ第二部から第四部まではレギュラーコメンテーターの東京トレーダーズタイムズ小張秀夫さんに解説をしていただきます小張さんよろしくお願いいたしますさあ解説に入ります前に、はいえー、お知らせがございます、えー、今日は日産証券からのお知らせです 日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで、取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるよう、サービス環境を整備しております。特に、商品先物取引では、 対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。さあ、それでは小針さん、はい、解説をよろしくお願いいたします。 ええまずは商品全般について最近の値動きをそうで、ね、お願いいたします。金、プラチナ、石油、はい、ゴムというふうな順番でえお話を進めてまいりたいというふうに思います。はい、まず金ですね、えーそ。そうですね。最初に金から、はい、あの入っていきたいと思います。ええー、まあ先にチャートを見ていただいているんですけど、えー、まあ値、えー、動きを見ていただけると分かる通り。はい 右肩上がりしかも、いわゆる V 字回復っていうふうな流れですね、そうですね<さ>去年の8月がそ,こでそうですね、8月の安で4112円をボトムにして、去年の第4四半期、そして今年に入ってからも上昇傾向が続いてて、1>, うん、1月、2月下がって、今、4600円をまあ突破して、はいえー、昨年の6月以来の高値をつけているという状況ですね。うん えー、この間の上げ幅が、えー、最大で520円弱ということで、だいーセ13%の上昇になっています、はいはい。ただし、あのーまあ、これだけ、えー、一本調子で上がってきてますので、いわゆる RSI、相対力指数という、はいまあ、テクニカルの指標があるんですけれども、はい、こちらの方が、えー、昨が先週の金曜日現在、72ポイント台まで上げてきてますので、はい、少し。 変われすぎかなという,ふうな感じがありますし、うんはい、一般的にこの RSI が70ポイントを超えたところは、行き過ぎから修正安に入るというふうなパターンがありますので、しばらくはちょっと反落するリスクを抱えながら、はい、ということで、買い方はちょっと警戒する必要があるかなという状況です。はいはい 続いてプラチナですけれども、ね、プラチナはですね今見ていただいた金とはちょっと状況がかあの、はい、異なっておりまして、まだあの上げるような状況にはなっておりません、んいわゆる底練りというふうな状況で、今、はい、チャートを見ていただいてますけれども、2800円から2900円、この上下わずか100円の間でのもみ合いが続いているというふうな状況になってますね。はい 底値を練ってるってことなんですね。そうですそうですそうです。うん、底値を練る底値付近を、はい、まあ練って動くというふうなことですね。はい、まさにそんな形になってますけど。<laughs> ただですね、はいえー、こちらの方チャートもそうですけれども、えー、昨年の8月に金の方は底が入りましたけれども、えー、やはり東京プラチナにおいても昨年の8月に2800円台に底が入って、はい、あごめんなさい2600円台ですね。 で今年1月4日に2782円までまた下げたんですけれども、はい、これでいわゆるダブル底が形成されて、今年に入ってからは、少しずつここにきて、下値を切り上げるという、まあ、いわゆる強引くみというふうな展開になってますね。はい、ですから、こちらの方は、金と同じような形ではないんですけれども、一応、そこが入ったシグナルが出てますので、はい、え先高感が少しずつこれから出てくる可能性があるというふうな状況です。 はい、はい、そしてパラジウムパラジウムこそ、これ、はいあの、もう文字通り一本調子というふうな状況ですね、2767円をつけたのが昨年の8月、はい、で今年1月の中旬には4500円を突破し,しましたので、まあ、ほぼ倍ぐらい上がってますよね、はい、しかも2008年、リマショック後の安値って499円という安値があったんですが、えー、これを基準にすると、まあ、10倍まできませんけれども、約9倍の倍。<laughs> 値段になっているということで、<ー>もうちょっとあの上げすぎですよね、明確に上げているというふうな状況です、はい。これもちょっと警戒した方がいいわけですかそうですね、上げすぎですので、まあ、高値から3分の1押し、あるいは4分の1押しということで、まあ今その修正の段階に入っている可能性がありますので、はい、えしばらくは、えー、下値模索が続く可能性があるかなという感じがします。はい、そして原油です、はい、原油油でですすはね、えー、去年の1 ごめんなさい。えー、これは長期そうですね。2003年から、ね、長期的なちょっとえ、はい、トレンドなんですけれども、うん、ずっと上げてきたんですけれども、うん、去年の10月の頭の高値をピークにして下落、えー、しましてですね。うん、しかし去年の、えー、年の12月の後半から今年に入ってからは、はい、反発傾向というふうな状況になっています。はい。だからあの年末年始かなり原油は上がって,き,てし、ね、がきしましたよね。そうですね。 ちょっと、原因に関してはちょっとあでまずご説明しますけれども、はい、基本的な受給ファンダメンタルズがあまり改善されていませんので、うん、今の足元のこの上昇傾向がするかどうかという、ちょっと不透明な部分がありますよねそしてゴムなんですが。はい、ゴムは、えーはい ね、こちらも今日そうですよね他のコミュニティ銘柄が去年10月に大族が入って上昇傾向が入っているんですけども、うん、ゴムも、えー、昨年の、まあ、ちょっとタイムラグがありますけれども、はい、11月に即が入って、えー、年末は続進、で今年1月の21日には190円を突破するというふうな状況です。はいうん ただ、先ほどちょっと原因の方でも触れましたけれども、はい、天然ゴムにおいてもです、ね、需給ファンタイムにおいてちょっと不安を抱えてますので、このまま上げが続くかどうかというのは、ちょっとまあ不安があるかなというふうな感じがしますはい、はい、では、今週の予定を見ておきましょう、はいはい、注目しなきゃいけないポイントはどこですか朝のね、あのニュース特番。 などでも、まあ、言われてますけども、うん、今日から中国では春節に入りますよね。はい。まあ、中国市場、今週いっぱい休みに入りますので、まあ、全般的に、まあ、動きがちょっと鈍くなる。うん。金融市場も中国マーケットが、まあ、ええー、急所になりますので、うんえー、株式マーケット、あるいは債券市場、はい、まあ、小文市場も含めて、金融全般に。 少し動きが鈍くなる可能性があります。ですので、新規材料が出てきても、あまり、えー、極端な値動きはちょっとしにくいかなという感じがするウィークになりそうです。はい、あと、注目ポイントは7日ですね。えー、パウエル FRB 議長が、えー、発言しますので、はい、まあここであの、まあ、1月の29、30で、 今年初めての1月の FOMC が開催されてですね、うんえー、パウエル・エフラジ機長が今年の売り上げは、はい、あしない可能性があるというふうなことを言いまして、うんえー、今の金融う誘導水準も、まあ、現状維持というふうな見方が広がっているんですけれども、はい、まあ今回、2月7日の発言でですねまたどういうふうなニュアンスをちょっと変えていくのかにちょっと注目ですね。はい 細かくはこちらに、ねね、解説してあります細かい内容は、一応注目ポイントでまとめてありますので、はい、ご覧になっていただければなというふうに思います欧州のことにも触れてありますね、うん、そうですねねで、はい、欧州の問題ちょっと、去年から根、ね、深い問題がありますので、はい、こちらの方うと、まあ、あと金の項目でも申し上げますけれども、えー、政治リスクの調査会社、ユーラシアグループがですね、 世界の重大リスクを発表しましたので、こちらの内容もちょっと気になるかなという感じがします。ということで、足元の動きと今週のポイントをまずは見てまいりました。うん、さあ、このあとは3部、4部とあります、うん、金と原油について小林さんに解説していただきますので、最後までお付き合いください。では、一旦失礼します。